エイリッヒ・フォンデニケンは、スイス、アールガウ州、ソフィンゲン出身の SF 作家。代表作に、未来の記憶がある。フォンデニケンは、古代のコンタクトと古代宇宙飛行施設を広めた、主要人物の一人である。しかし彼の複数の本で提出されたこれらの考えは、科学者及び大学人の多数派によって拒絶された。彼らは、彼の作品をにし、 偽考古学及び偽科学のカテゴリーに入れた。その一方で、彼が提唱する古代宇宙人来訪説に、現在も支持者が世界中に存在することも事実である。フォンデニ県は後に、考古学、宇宙飛行学、地球外知的生命体探査協会の共同設立者となった。彼は、ミステリーパークという、スイス・インターラー県にあるテーマパークを設計した。 これは2003年5月に開業した。フォンデニケンはアールガウ、ソフィンゲンに生まれた。ローマカトリック教徒として育てられて、彼はスイス、フリブールの聖ミカエルカトリック学校に通った。在学中に彼は、教会の聖書の解釈を拒絶し、そして天文学及び空飛ぶ、円盤現象に対する興味を深めた。19歳の時、彼は窃盗罪で、 執行猶予4ヶ月の判決を言い渡された。彼は退学し、そして一時、スイスのあるホテル経営者に弟子入りし、それからエジプトに移った。1964年12月、フォンデニケンは、ドイツ系カナダの定期観光物、デアノードベストンのために、ハッテンウンセレボーフォレンベズズクアオスデムベルトラウムを書いた。エジプト滞在中、彼は宝石取引に従事し、 その結果、スイスへの帰還について詐欺及び着服の罪で9ヶ月の有罪判決を言い渡された。方面に続いて、フォンデニケンは、スイス、ダボスのホテルローゼンヒューゲルの支配人になり、その間、彼は未来の記憶を書いたが、ホテルの宿泊客が下がった後深夜に原稿を書いた。この本の原稿はいくつかの出版社に断られた。コンバーラグは、この本を、 あるプロの著作家によって完全に書き直された後喜んで出版しようとしたが、その著者、ウッツ・ウーターマンはミルヘルム・ロッカー・スドルフの棚を用いた。ウーターマンはフェルキッシャー・ベオ・バハターの編集者であり、ナチのベストセラーの著者であった。未来の記憶の書き直しは1967年前半に出版を認められたが、 しかし印刷されたのは1968年3月になってからである。すべての予想に反して書籍は広い関心を得てベストセラーになった。本の売上高の7%はフォンデニケンに支払われ、一方で3%はウーターマンに支払われた。1970年にデア・シュピーゲルはフォンデニケンに関する古代広告を出し、そしてそれを7回足すと呼んだ。 これはメニンジャイタスその他の病気にかけたものである。1968年11月、フォンデニケンは12年間長の13万ドルのローンを組むためにホテルの記録と信用紹介先を偽造した後、詐欺罪で逮捕された。彼はその金銭を自分の本を研究する外国旅行に使用した。2年後、フォンデニケンは反復されそして持続された着服。 詐欺及び偽造で有罪ととされ、法廷は、作家は、作家プレーボーイの生生活様式をききてきたた。裁定した彼は無効の嘆願を提出したが意図は邪悪であり信用会社は彼の紹介先を適切に調査することができない失敗をしたという理由で不成功に終わったそして1970年2月13日に彼は禁錮3年6ヶ月の判決を受け そしてまた罰金3000フランを課された。彼はこの判決のうち1年間を服役した後、放免された。彼の諸女作、未来の記憶は彼の後半の時までに出版され、そしてその売上げのおかげで彼は借金を返済し、そしてホテル業を辞めた。フォンデニケンは第2作、星への帰還を在還中に書いた。フォンデニケンの 未来の記憶に始まるいくつかの書籍にわたる全般的な主張は地球外生命体あるいは古代宇宙飛行士が地球を訪問し初期人類文化に影響したということである。フォンデニケンはエジプトのピラミッド、ストーンヘンジ及びイースター島のモアイのような構造物及びその時期の人工異物は制作された時に存在していたと推測されるよりも高い技術的知識を表す。 という考えについて書いている。彼はまた世界中の古代の芸術作品を宇宙飛行士、地上及び宇宙飛翔体、及び複雑な技術の描写を含んでいるとしている。フォンデニケンは宗教の起源を宇宙人とのコンタクトに対する反応として説明し、旧約聖書の解釈を強している。1966年、フォンデニケンが諸女作を執筆中、科学者、 カール・セーガン及びヨシフス・フロフスキーは、彼らの本、インテリジェント・ライフ・イン・ザ・ユニバースの一つの章で、古代のコンタクトと地球外生命体の来訪の可能性について書いて、著者ロナルド・ストーリーは、辞書、ザ・スペース、ゴッツ・リビールドにおいて実行する気になったが、この本が、デニケンの複数の考えの創生であったかもしれない。この本からの多くの考えは、デニケンの複数の本に、 様々な形で現れた。フォンデニケンの著作よりも前に他の著者らが地球生命体とのコンタクトの考えを提出していた。彼は同様なあるいは同一の証拠を使用して同一の主張をするときでさえこれらの著者を叱るべくあるいは全くクレジットしていない。フォンデニケンの未来の記憶の第一版はロベルト・シャローのワンンドレッドサウザンドイヤーズオブマンズアンノーン。100, ヒストリーを告示した主張をするにもかかわらず印象しなかったし、そして出版社コンバーラグは表説で訴訟を提起されるのを避けるために、シャローに後の版の文献目録に追加せざるを得なかった。論理的及び事実的な誤りで2件の主要な論題は我々の祖先はダミーであるということであるが、彼のと同じくらい不注意な著作がそれほど人気があるということは、 我々の時代の騙されやすさと絶望に関するシラフなコメントである。私はハイスクールやカレッジの論理コースでずさんな思考の実物教育において未来の記憶のような著作の持続している人気を期待する。私はフォンデニケンの著作ほど論理的そして事実的誤りだらけである。最近の本の存在を知らない。カール・セーガン。 フォーワードツーザスペースゴッツリビールドデリーの鉄柱チャンドラグップタ2世が建てたデリーの鉄柱未来の記憶の中でフォンデニケンはインドのデリーの鉄柱を未知の初期限による地球外生命体の影響の主要な例自然力に対する推定1500年間の持続的暴露にもかかわらずサビの全くの欠如として印象した1974年にインタビューで 鉄柱は、実際には、サビがないわけでないことや、その起源、建築方法、腐食への比較的な抵抗が我々は理解している、すべてであることを知らされたとき、フォンデニケンは、自分はもはや、地球外生命体が、その制作に従事していたとは信じていないと答えた。多様子の洞窟、ザ・ゴールド・オブ・ザ・ゴッズの中で、フォンデニケンは、ファンモリッツという地元の男に案内された、 自分が引き受けたタヨスの洞窟、エクアドルの自然な洞窟システムの中の複数の人口のトンネル探検を記述している。彼は大量の金、奇妙な像、金属のタブレットを含む図書室を見たと報告したが、彼はこれらすべてを古代の地球外生命体の来訪の証拠であると考えた。地元の聖職者、クレスピ神父はバチカンの特別な許可を得て、 金の地球外生命体の遺物を管理した。モーリッツはデア・スピーゲルに探検はなかったと語った。フォンデニケンの描写は長い会話から来て、そして本の中の写真はいじくられていた。1974年のインタビューで、フォンデニケンは自分はトンネルの中で図書室と人工遺物を本当に見たと断言したが、しかし彼は話を一層興味深くするために、 話のいくつかの層を美しくしていた。ドイツで我々は、作家は、純粋科学を書いているのでなければ、ドラマツリギー効果を用いることが許されているというと、彼は言った。そして、それが、私のしたことである4年後、彼は、自分は、タヨスの洞窟の中にいたことはなく、そして、洞窟冒険全体を捏造したことを認めた。デアスピーゲルに相談した。 ある考古学者によれば、クレスピ神父の金の人工遺物は大部分が、地元で旅行者土産として売られる真鍮の模造品であった。ジャーンの書とトリパピルス、サミュエル・ローゼンバーグは、フォンデニケンによって言及された、ジャーンの書は、ブラバツキー夫人によって絶造された巨大なデッチ上げに二重、焼き付けされた偽造物であると言った。彼はまた、フォンデニケンの本の一つで、 彼によって言及されたトゥリパピルスは10中89エゼケール書からパクられていて、そしてノリオ当時バチカン博物館エジプト部門のディレクターのトゥリは騙されていてパピルスは偽物ではないかと疑っているとして引用された。ニューヨークタイムズのリチャード・アール・リンガーマンによればフォンデニケンがこれらの言及を UFO の複数の本からこれらを入手したということはありそうである。 ナスカの地上絵フォンデニケンは未来の記憶の中でナスカの地上絵を公衆的に目立たせ地上絵は地球外生命体からの指示でその宇宙船の飛行場として作られたのではないかと提案した1998年の本神々の帰還において彼はこれらの絵のいくつかは地球外生命体を描いていると新たに記したこの考えはフォンデニケンから発生したのではない これは上空から絵を最初に見た人々が火星の運河と比較して冗談を言った後に始まり、そしてすでに他の人々によって公表されていた。未来の記憶の中のナスカの地上への幾点かの写真の記述は重大な不正確さを含んでいる。例えば現代の空港の標識を実証すると見せかけている一点は実際は鳥の体のうちの一つの膝関節であったし、 そして寸法は全く小さかった。フォンデニケンはこれは第一般における誤りであると言ったが、しかしの地の複数の版において訂正されていない。考古学者間のコンセンサスはナスカの地上絵はコロンブス以前の文明によって文化的な目的のために作られたということである。しかしながらデニケンのような周辺的な説を論破する考古学者らの努力は 極くであった。シルバーマンとプルーは、考古学者らの沈黙が、ペルー国民のみならず、職業に損害を与えていると言っている。フォンデニ県の複数の本があまりに多くの旅行者を引きつけたので、研究者、マリア・ライヒエは、ナスカの地上絵を保存するために、自身の多くの時間と金銭を費やさなければ、ならなかったほどである。ピーリー・レインスの地図フォンデニ県は、未来の記憶の中で、 P.D. レイスの地図のある版が氷の中にうずもれていた、そしてなおずもれている現代の装置を用いて初めて地図で表される南極の山岳を描いていると書いた。彼の説はチャールズ・ハップグッドによるマップス・オブ・ザ・エンシェント・シー・キングスという本に依存している。A.D. クラウンはサムトラスト・イン・チャリオッツにおいてどのようにこれが全く間違っているか説明している。 フォンデニ県の本の中の地図は、赤道の南5度にしか及ばず、ブラジルのサンドケ岬で終わるから、これは、それが、南極大陸まで及んでいないということを意味する。フォンデニ県はまた、地図が、回路上空を飛行する、宇宙船から眺められた眺めでなければ起こらないで、あろういくつかの歪みを示すと言ったが、しかし実際はそれは、上空からの眺めで目に見える歪みを引き起こすほどに、 南へ及んではいない。フォンデニ県はまた、ある神が聖職者に地図を与えたという伝説の存在を主張し、その神は地球外的存在であると主張している。しかしピーリーレインスは、自分はより古い複数の地図を利用してこの地図を作ったと言ったし、そしてこの地図は当時の地図制作上の知識と両立している。また、この地図は、 多くの誤りと脱落を含んでいるから、フォンデニケンによって主張されるほどには、絶対に、正確ではない。フォンデニケンが1998年の本、オデッセイ・オブ・ザ・ゴッツで、再び地図を範囲に入れたとき訂正しなかったという、事実。他の著者らがすでにこれと同じ考えを公表していた。これを、フォンデニケンが1974年の、プレーボーイ氏のインタビューで初めて知ったという事実。 クフのピラミッドエリヒホンデニケンは、1968年の書籍未来の記憶でギザの大ピラミッドに関する多くの考えを提出し、古代エジプト人は実際はピラミッドを建てた大変、進歩した道具を持っていなかった労働者の証拠がない。そしてエジプト人がその正確な位置にピラミッドを建築するには、地球とその地理学に関するあまりに、 つまびらかしすぎる知識があると言った。しかしながら、建築の技術は十分理解されているし、エジプト人が使用した道具は知られているし、それらの道具によって採石場に残された後はなおも目に見えるし、そして道具の多くの例は博物館に保存されている。フォンデニケンは必要なブロックを切り、それを建築場所に引っ張るならば、 エジプト人はあまりに長くかかったであろうと主張している。しかしノバのドキュメンタリーは、どれくらい素早く石のブロックは入手しうる道具できる、ことができるかを実演し、そして移動で使用されたローラーの例を示している。フォンデニケンはまた、彼らの道具には多くの問題があると言ったし、そして彼によれば、エジプト人は戦士がないので、たとえ大ピラミッドの前に、 エジプトに建てられたピラミッドがあるとしても、彼らは、とても、これらの大きなピラミッドを建築することができたはずが、ない。フォンデニケンは、戦士がないと信じたので、彼は、どのようにして、いつ、あるいは、なぜ、これらのピラミッドが建てられたかについて、全く知らないと提案した。フォンデニケンはまた、エジプト人は、最初から、完全なピラミッドを建てたと主張しているが、 しかし無数のピラミッド先駆者が生き残り、エジプトの建築者によって犯され訂正された誤りを示し、それらは技術を完全にしている。これらには、単なるマスタバ、ジェゼル王のピラミッド、そしていわゆる屈折ピラミッドも含まれている。のみならず、書籍において彼はまた、エジプトの働き手の証拠がないから彼らは、外からの助力を得なければならなかったと言っている。しかしながら、 考古学者らは、働き手がその中に住んだであろう、建築の証拠を見つけている。のみならず、その上働き手が、居住地域に持っていた生搬所、下水道システムもまた、ある。また、その上働き手が葬られた墓があり、そして、骸骨のうちいくつかは治療されていたのが分かっていたし、これが、働き手が十分に世話されていたことを証明する、助けになっている。これのために、 彼らは10中89エジプト人であった。もしそうででなければ彼らはネイティブなエジプト人でなかったとしても、同じように十分に世話されていなかったかもしれない。フォンデニケンは、クフのピラミッドの高さの100万倍が太陽までの距離であると主張している。しかし実際は計算では、わずか9万1000マイルという数字が出た。それのみならず、彼は大ピラミッドは、 複数の大陸を分ける中央線上にあると、また、エジプト人は、宇宙人だけが与える進歩した、技術なしではエッジを、真の北と一線にすることはできなかったと述べている。しかしながら、エジプトの建築者らは、星の観測で北を知る簡単な方法を知っていた。古代エジプトの天文学者らは、そしてもしかしたら、農夫も、多くの時間を費やして、星々を研究したが、 これは、どれだけ時間が経ったかを彼らが知る助けになったからで、彼らはそれを知る必要があったので、彼らは食料を得るためにいつ、穀物を植え始めるべきかを知った。現代のエジプト学者らは、メルケトというものの、人工遺物とその線画を見つけているが、そのおかげで古代エジプト人は、どの方位が北であるかを決めることができた。彼らは、ただ、北極星のみに基づいて算出し、 そして他の星々がメルケトと一戦になるときその位置を突き止めもした。実際、フォンデニケンは書籍の中でエジプト人が多くの時間を費やして星々を研究したことに注目したのだ。古代エジプト人は信じられないことに時間の経過に気づいていたが、これは彼らが星を研究する方法を知っていたからであり、それだから彼らは 星と時間との関係を理解する助けになる、フォンデニケンの古代の宇宙飛行士のような外部の力を必要としなかったであろう。パレンケのサルコファガスフォンデニケンは、パレンケのサルコファガスは、ロケットを動力源とする宇宙船内で腰掛けて宇宙服を着ている宇宙飛行士を描いていると主張した。しかしながら、考古学者らは、この人物に特別なものを見ていないし、これは、 他のマヤの線画に見ることができるマヤのシンボルに取り巻かれた伝統的なマヤのヘアスタイルと宝石類を身につけている亡きマヤの君主である。右手は何かロケットのコントロールを操作しているのでなく、ただ伝統的なマヤのジェスチャーをしているだけで、蓋の複数の横の残りの人物らもまだジェスチャーをしていて、そして何も持っていない。ロケットの形は実際は、 そこで頭をつないでいる2匹の蛇であり、ロケットの炎は蛇の顎ひげである。人物の下のロケットのモーターは怪物の顔、破壊のシンボルである。ペルーの石、フォン・デニケンはペルーの古代の石の写真を提出したが、それには望遠鏡を使っている男ら、詳しい世界地図、進化した医療手術の彫刻があり、すべてが古代ペルー人の知識を超えている。 しかし PBS テレビジョンのシリーズの場はこれらの石は現代のものでこれらを作った投稿の居所を突き止めた。この投稿は毎日石を作り、そしてそれを旅行者に売っている。フォンデニケンはその投稿を訪れ、そして自ら石を調べたが、しかし彼は本の中でこれに研究しなかった。彼は投稿が自分がそれらの石を作ったと言った時自分は 彼の言葉を信じなかったと言っている。フォンデニケンは、博物館を所有する地元の外科医ドクターカブレラに、尋ね、するとカブレラは、投稿の主張は虚偽でありそれらの石は古代のものである、と語ったと言っている。しかし投稿は、カブレラは、博物館に石を提供したことに対して、彼に感謝したと証言した。フォンデニケンは、博物館の石は、投稿が作った石とは、 大変異なっていると主張したが、しかしノバのレポーターらは、1個の石の製作を監督し、これは、博物館のそれらと告示していることを確認した。ヨーロッパ民族中心主義、ケネス・フェダーは、フォンデニケンを、ヨーロッパ民族中心主義だと非難した、一方で、ジョン・フレンリーとポール・バームは、次のように提案した、すなわち彼の、イースター島の像の解釈のような見解は、 我々の祖先の真の達成を無視し、人種主義における究極をなす。それらは、人類全体の諸能力及び公安の際を非正化するその他の批判。ロナルドストーリーは、フォンデニケンの未来の記憶で提示された証拠に応じて書いた、ザ・スペース・ゴッツ・リビールド、エークローズ・ルック・エイティ・ザ・セオリーズ・オブ、エイリ・ヒフォンデニコンを刊行した。これは、 フォンデニケンの諸説に対する待望の守備一貫した論破とレビューされた。考古学者、クリフォード・ウィルソンは同様にフォンデニケンの正体をすっぱ抜く2冊の書籍、クラッシュ号ザ・チャリオッツ及びザ・チャリオッツスティル・クラッシュを書いた。スケプティックマガジンの2004年の記事によればフォンデニケンは本のコンセプトの多くをザ・モーニング・オブ・ザ・マジシャンズから取り、その本が今度は クトゥルフ神話に強く影響され、そして古代宇宙飛行施設の革新は、ラブクラフトの複数のショートストーリー、1926年に書かれた、ザ・コール・オブ・クトゥルフと1931年に書かれた、エイティ・ザ・マウンテンズ・オブ・マッドネスに起源している。批判に対する反応を2001年のドキュメンタリーで、フォンデニケンは、自分は、科学的コミュニティに対して、 自分のアーカイブの項目のどれでも宇宙人起源であると決定的に証明することはできないけれども自分は今日の科学は時間が全く正しくないからこういう証拠を認めようとしないと感じると言った彼は素晴らしい新世界のために人類に準備させることが必要な第一であると主張したある点でフォンデニケンは聴衆の前で自分のもっと若い頃は 自分はさすがに調査において厳格ではなかったと言った。彼がこのように言ったドキュメンタリーは時々 H2 チャンネルで視聴することができる。フォンデニケンによれば彼の一連の書籍は32の言語に翻訳され、そして合わせて6300万部を超える売り上げを記録した。スイス・インターラー県の近くにあるユングフラウパークは 2003年にミステリーパークとして開業した。フォンデニケンによって設計され、これは世界のいくつかの大きなミステリーを探検する。リドリー・スコットは自分の映画プロメテウスは初期の人類文明に関するフォンデニケンの考えのいくつかと関係があると言った。ローランド・エメリッヒの映画2012にマイクミ、DVD のレビューでディーン・デブリンは 著者エイリッヒ・フォンデニケンが見つけた地球への来訪の証拠を論じるイス・ゼア・エース・ター・ゲート特集に言及した。フォンデニケンはヒストリーチャンネルと H2 章、エンシェント・エイリアンズの時々のプレゼンターであって、そこでは彼はそれぞれのエピソードに適した自説の書層について語っている。フォンデニケンはスイス作家協会、ドイツ作家協会及び国際ペンクラブの一員である。 彼は、ボリビア大学より名誉学位を授けられた。彼は、ペリューのイカ及び、ナスカ漁師から、ウエスペド・イーラストラ賞を受賞した。ブラジルで彼は、ラレン・ソフィー・ル賞の金とプラチナを受賞し、そして、ドイツで彼は、オーダー・オブ・コードン・ブルージュ・セイント・エスプリを受賞した。2004年、彼は、エクスプローラーズ・フェスティバル賞を受賞した。英語版。 ありがとうございます。